鋭い牙を持った迫力のある恐竜。近くで見ても迫力ありますよ。で、お腹の中に穴があって入れます。そしてここから顔を出すと食べられちゃったっていう写真も撮れます。香川県三木町上高岡の太古の森には、子どもたちが楽しめるティラノサウルスやトリケラトプスなどの遊具が設置されています。その周辺には色づき始めた木々が。これはメタセコイアという植物で、およそ80年前、三木町出身の植物学者三木茂博士がその化石を発見し命名しました。三木博士の業績を記念して作られたこの公園は、メタセコイアが恐竜とともに生きていたかもしれないという思いで町が整備したものです。ティラノサウルスが当時の景色を懐かしんでいるような、そんな情緒ある風景にも見えますね。三木町によると、紅葉の見ごろは例年11月中旬から下旬ですが、今年は暖かい日が続いた影響で例年より遅くなるかもしれないということです。太古の森の近くには自然を感じながら美味しいスイーツが食べられるお店があるんです。それがこちらです。三木町上高岡の森のジェラテリアムッカです。店内には10種類以上のカラフルなジェラートが並んでいます。どういったこだわりがあるんですか？牧場直営のお店になってます。広野牧場っていう、あの乳牛を飼ってる牧場の牛乳を使って。お店からおよそ2キロ離れた場所にある広野牧場は44年続く牧場。現在はおよそ300頭の乳牛がいて、1日に8600リットルほどのミルクを搾乳しています。美味しいミルクを気軽に味わってもらおうと、取れたてのミルクを使ったジェラート店を10年前にオープンさせました。この三木町にたくさんの人に来ていただきたいなという思いがあってですね、田舎に来てゆっくりしていただきたいなというふうに思っております。人気は牧場のミルクをふんだんに使ったムッカミルク。秋限定のかぼちゃを使ったジェラートの両方をいただきました。後からミルクの香り、旨味っていうのがほわんと広がっていきます。ミルクの香りが癖になってスプーンが止まらないです。いただきます。続いてかぼちゃ。結構かぼちゃの繊維、ちょっとシャキシャキっとした食感も残ってます。ミルクそのものの美味しさを感じたい方は、いちごミルクもおすすめです。三木町の自然を感じながら味わってみませんか？少し移動して閑静な住宅街にやってきました。こんにちは。わあ、かわいい。机の上に動物がいっぱい並んでいますよ。ここはどういった場所になるんですか？陶芸の体験教室ですね。三木町獅子伏にある立山窯は、お皿やコップだけでなく動物のオブジェが作れる陶芸教室。陶芸家藤沢則夫さんが作った型をもとに、犬や虎、牛などおよそ20種類の動物を作ることができます。幅広い世代の人たちに人気の教室です。結構ね、ここ来られる方もお年寄りもいますし、小学生も来ますし。へー、お孫さんとかとね、一緒に来るのでもいいですね。3代で来た人がいますね。めちゃくちゃいいですね。私は猫作りに挑戦。土台に足や耳、尻尾などのパーツを加えていきます。一見簡単な作業に見えますが、いや、ちょっとにしても結構歪んできちゃった。
土が柔らかく変形してしまいます。私の不器用さが目立ってきたのか、ちょっとごめんなさい、はい、ここが、あ、ちょっと、あの、ここが先生の、あの、補修が入るスピードがどんどん速くなって作業をすることおよそ2時間猫のオブジェが完成しました。どうですか、私の猫ちゃんの出来が。はい、バッチリです。素晴らしいです。よかった優しい先生作品は釜で焼いた後に自宅に届けてくれます。この3連休、親、子、孫の3世代で三木町を散策してみては。